2月24日土曜日、いなべコミュニティプラザで市民活動応援キラキラ基金第10回女性事業、第5回企業の社会貢献アピール事業が開催されました。市民活動応援キラキラ基金とは、桑名・いなべ地域の身近で小さな市民活動を応援するために、桑名市にある三重北市民活動センターと、いなべ市のいなべ子ども活動支援センター、東院町の生ごみリサイクル志向の会の3社が共同で2012年から取り組んでいる女性事業です。市民活動に関わる団体の発表で、いなべ市からは花桃会をはじめ、この指止まれ、里堀自主保育、あじさいの家の皆さんが普段の活動や課題、今後に期待することなどのプレゼンテーションを行いました。この障害者の働く場所として、地域の店舗や事業所、団体の事務所などおよそ50箇所に設置されているかわいいカエルや小豚などの募金箱、市民活動応援キラキラ基金では、そこに集まる善意を各団体に活動資金として配分していますが、この日は会場に集まった皆さんが応援したいと思った団体に寄付するコーナーも設けられました。また積極的に社会貢献活動に取り組んでいる企業の発表では、木本三重工場の担当者が休耕田の活用として米や自然薯などに加え、獣害にも強いダリアを去年の6倍にあたる600球植えていくと報告がありました。小さな資金をお互いに提供し合いながら、身近な社会貢献活動を応援する市民活動応援キラキラ基金、三重北市民活動センターの関係者は、これからも各団体の皆さんがキラキラと輝きながら活動できるよう、この基金を持続させていきたいですと話していました。